こんにちは、ルイカと申します。今回はこのような映像を作って遊んでみようと思います。すごいですね。表計算ソフトでこんなこともできるんですね。拡大するとこんな感じです。本当に空中に浮かんでいるようですね。実はこの映像は今までご紹介してきた方法と同じような内容でできます。オブジェクトを作るところは少し手間がかかりますが、 VBA は概要欄のものをほぼコピペだけで使えますので、ぜひ実際に作ってみてくださいね。もっと見ていたいですが、解説の方を始めます。作り終わった後にまたこの映像を流しますね。まずは背景画像とツリーです。お好きなフリー素材で良いのですが、今回は Excel から呼び出せるもので作ってみます。先ほどの背景画像は Excel のストック画像を使っています。挿入タブから画像、このあたりはバージョンにより違いますが、今回は Microsoft 365の Excel を使用しています。セルの上に配置の方のストック画像です。検索で家と入力して出てきます。こちらの画像を使用します。選択して挿入。素敵な風景ですね。ツリーの方は 3D モデルのものを使っています。挿入タブから 3D モデル、ツリーで検索。こちらのクリスマスツリーを選択して挿入です。 3D モデルも角度をいろいろと変えられて楽しいですね。楽しいですが、今回は 3D 要素は不要ですので、位置を合わせたら1枚の画像にしてしまいましょう。こんな感じで良さそうなので切り取って、セルの上で右クリック、図として貼り付けです。良いですね。こちらのツリーの画像は VBA の中でも使用しますので名前を付けておきます。選択してこちらのボックスにツリーと入力です。この後球を作っていきますが、背景などがあると見づらくなりますので一旦非表示にしておきます。ホームタブから検索と選択、オブジェクトの選択と表示、こちらにこのシートに存在するオブジェクトが表示されます。一番上が最前面、一番下が最背面になります。ここでオブジェクトの名前を変更することもできます。オブジェクトがたくさんになるとどれがどれだかわからなくなりますので名前をつけておきましょう。こちらのアイコンをクリックしますと、オブジェクトを非表示にすることができます。もう一度クリックすると表示ですね。球の方ができた後に位置合わせをしますので一旦消えていただきます。では球です。作り方はこちらの動画と同じですので簡単に解説いたしますね。まずは赤い球を一つ作り、それをコピーして他の球を作っていきます。図形の挿入から楕円、シフトを押しながらドラッグでまん丸の円を描けます。サイズはツリーなど他のオブジェクトとバランスの良いサイズにします。今回は高さ幅とも 1.6 センチにしておきました。枠線はなしです。そして図形の塗りつぶしで、色は標準の色の赤、透過性も設定します。 25% にしましたが、実際に試してみてお好みで設定しても大丈夫です。次にこの平面の円を立体に見えるようにします。円を右クリックして図形の書式設定、図形のオプション、効果、 3D 書式、こちらの面取りの上を丸にして幅と高さを増やしていきます。少し角度を変えて見てみますと、このように丸の形に変形していきますね。球状にするには最初の円の幅の半分まで増えれば良いので、幅と高さを円のサイズ 1.6 センチの半分の 0.8 センチにします。ポイント単位ですが構わず 0.8 センチと入力してエンター、自動的にポイント単位にしてくれます。これで球の半分ができましたので、面取りの下も同様に設定します。丸にして幅と高さを 0.8 センチです。これで球状になりました。少し回転させてみても立体の球に見えますね。質感を設定してみても面白いです。メタルなども光沢があって良さそうですね。今回は初期状態の艶消し明るめにしておきます。
ではこの球を回転させますが、回転は以前の動画と同じで、こちらの 3D 回転の X 方向に回転で回転させます。回っていますね。回ってはいますが、回る範囲が狭いです。この X 方向に回転は、オブジェクトの中心を軸に横方向への回転になります。このような感じですね。立体にしたことで軸が多少ずれましたが、それでもこの範囲での動きです。もっと自由な範囲で動かしたいのですが、3D の回転はオブジェクトの中心でしか回らない。ということで、この2つをグループ化で1つのオブジェクトにして、このオブジェクト全体を回転させるようにします。2つ並べてグループ化。これを回転させますと、このグループ化されたオブジェクト全体の中心を軸に回転しますので、球だけに注目すると、広い範囲で動いているようになります。四角の方の塗りつぶしをなしにすると、このようになりますし、枠線をなしにしてしまえば、完全に球だけが広い範囲で動いている状態になります。動かす範囲は、最初のツリーと合わせますので、ツリーを表示。一度グループ化を解除して、四角の方で幅を調整。四角の端に球を置いて、グループ化。少し回してみます。このくらいで良さそうですね。ではツリーにはまた消えてもらって、もう一つ設定をします。今はこのように、球が手前に来ても奥に行っても同じ大きさですが、手前に来たら大きく、奥に行ったら小さくなると、より立体感が出ます。その設定が、こちらの図の書式設定、図形の効果、3D 回転、透視投影、一番上のものです。設定をしますと、こちらに透視投影の入力欄が表示されますが、もし表示されない場合は、一度違う設定を開いてから戻ると表示されます。透視投影の値は90にしておきました。これで回転してみますと、このように手前に来た時は枠を少しはみ出すくらいに大きくなり、奥に行った時は枠よりだいぶ小さくなります。だいぶ遠近感が出ますね。回転方向が真横だと味気ないので、少し角度もつけておきます。15度ほど傾けてみました。これを回すと、こんな感じです。四角の枠はもう不要なので消しておきます。グループ化された全体を選択、さらにその中の四角だけを選択。枠線をなし。改めて回してみると、良い感じですね。これも VBA で使用しますので、名前を付けておきます。オブジェクトを選択して、こちらの名前ボックスで、91にします。数字の1は半角の1にします。ではこのグループ化された球をコピーして、色違いを作っていきましょう。今回は5個ですので4回コピー。グループ化されたオブジェクトを選択。その中の球だけをさらに選択して、色を塗ります。色はこちらの標準の色で、黄色、緑、青、紫にしました。これだけでも十分綺麗ですね。名前も付けておきます。色のつながり的に赤、黄色、緑、青、紫が良さそうなので、黄色を急に、緑を93、青を94、紫を95です。位置を揃えますので、シフトかコントロールを押しながらそれぞれ選択していき、左右中央揃え、上下中央揃えです。ツリートの位置を合わせますので、ツリート、あと背景も表示して、ツリーの中央とグループ化された球の中央が同じくらいになるようにします。これでオブジェクトの方は完成です。次は VBA ですが、これは概要欄にあるものをほぼコピペで使えます。Alt と F11 で VBA のウィンドウを表示。この辺りを右クリック、挿入、標準モジュールです。概要欄のコードをコピーして、貼り付け。先頭のこちらの文字が重複した場合は、片方削除してください。YouTube のコメント欄は、半角の不等号の記号が入力できませんので、全角にしています。もし貼り付けた時に自動的に半角にならない場合は、視覚で半角にしてくださいね。VBA はこれだけですので、
シート上から呼び出せるようにします。せっかくなのでこれも 3D モデルのものを使います。挿入タブから 3D モデルボタンと検索して出てくるこちらの赤いボタンを挿入。違和感のないくらいの大きさと角度で椅子の上に置いておきます。置きましたら右クリックマクロの登録。プロシージャー名は回転にしていましたので選択して OK。 エスケープキーなどでフォーカスを外したらボタンをクリック。動きました。良い感じですね。本当にこの空間に球が浮いているようです。回転を眺めながら簡単に VBA の解説をいたします。基本的な作りは過去の動画と同じですので今回独自の部分を中心にお話しいたしますね。まずはボタンが押された時の開始と終了の判定と球オブジェクトの設定です。球が5個ありますので球自体と上下の位置をそれぞれ設定しています。それから球やツリーの初期設定です。そしてループ一応一定回数で終わるようにしていますがボタンが押されるまでの永久ループにしても大丈夫です。ループの中で終了判定をしていて回転中にボタンが押されたら終了。そしてこのあたりが位置を設定する処理です。5個の球それぞれに対してまずは 3D のインクリメントローテーション X で X 方向に回転を3ずつ増やしています。これが回転のメイン処理になります。他の部分をコメントにしてこれだけを実行してみますとこのように同じ位置で回転し続けますが球の順番も動き始めた時のままで手前にあったのは手前のまま後ろにあったのは後ろのままです。球の順番を調整するのが次の処理です。こちらをコメント解除して実行しますとこのようにツリーの前に来た時はツリーより前面ツリーの後ろに行った時はツリーより背面になるようにオブジェクトの順番を変えています。実際の処理はこちらです。文字が多くて複雑そうですがやっていることはそれほど複雑ではありません。球の回転が右端付近に来た時にその球のオブジェクトを一つずつ背面に移動してツリーより後ろになるようにしています。回転は反時計回りに回っていますので右端に来た時にツリーより背面にしておけばそのまま移動した時に球の後ろを通過することになります。逆に回転が左端付近になった時はオブジェクトを一つずつ前面にしてツリーの一つ上になるようにしています。これをそれぞれの球に時間差で設定することでオブジェクトの前後関係を設定しています。時間差は最初に球ごとに初期位置をずらすことで発生しています。最前面や最背面ではなくツリーより一つ前一つ後ろをそれぞれの球に設定することで結果的にツリーだけでなく球同士の前後関係も設定されています。これがオブジェクトの回り込み設定です。次は上下の移動です。こちらのコメントを解除しますとこのように回転しながら上下方向にも移動していきます。球が一番上まで来たら角度を反対側に変えて下へ移動。球が一番下まで来たら角度を反対側に変えて上へ移動。一番上でも下でもない時は現在の移動を継続しています。オブジェクトを選択すると分かりやすいです。このように傾いた状態で X 方向に回転しながら上や下に移動していき一番下まで来ると下への移動をやめて傾きを少しずつ反対側へ変更。傾き終わったら上へ移動しています。一番上まで来たら移動をやめて角度をまた反対へ少しずつ変更。傾いたら下へ移動です。これも見づらいですがやっていることは今説明した通りでこのあたりが一番上に来た時に傾きを少しずつ反対にする処理で目的の角度になるまで少しずつ傾きを変えていき目的の角度になったら下へ移動させます。一番下に来た時はその逆の処理ですね。一番上でも下でもない時は現在の値1で少し下かマイナス1で少し上に移動を継続です。その値をこちらのメソッドに指定することで上や下に移動させています。
X 方向に回転させたり、オブジェクトの順番や上下の変更をするのを5個の球にした後、一瞬だけ止めて画面を再描画しています。もしスリープがないと、こんな感じです。高速回転します。パソコンのスペックによっては、もっと高速に回ると思います。逆にスリープを増やすとこんな感じです。回転はゆっくりになりますが、ちょっとぎこちないですね。最後のこちらは、球の回転や傾きの値をセルに表示させています。コメントを解除すると、現在の値を確認できますので、いろいろ試す時の参考にしてみてくださいね。ということで、VBA の解説も以上です。これで冒頭の映像のように、球が連なって動きますが、球の位置や角度をバラバラにすると、また違う動きになって面白いです。球の位置をいろいろと変えて、角度も変えたり、上下逆にしたりして、球の初期位置なども適当に変えてみますと、ランダムな動きになって、とても面白いです。こんな感じでいろいろと遊べますし、YouTube の画面よりも、実際に Excel の画面で見る方が綺麗に映りますので、ぜひ実際に試してみてくださいね。では最後にしばらく映像を流して終わりにします。もし面白いと思っていただけましたら、高評価やコメント、SNS でのシェアなどしていただけますと、とても嬉しいです。